はい、8月12日から巨人3連戦は東京ドームでの試合です。やっぱりね、最後の9連戦の最後のカードということで、勝ち越したいし、うまくいけばね、3立てしたいなというふうに、思ってたんですけども、今日の試合はまあいい試合だったんで、接戦だったんですけども、タイガースは負けました。スコアは0対1です。巨人に負けたということですね。完封負けです。完封リレー負けやな。これで、まあ今の巨人やの、その前が広島やんか。その前ヤクルトやんか。で、この3カード連続初戦負けてんねん。な、第1戦は勝たなあかんでって言うてんのに、何回言うても、何百回言うても分かれへんのかも分かれへんな。岡田監督流に言うたらな。でも負けたということで、この9連戦はね、これで7試合消化して2勝5敗ですよ。で、3位変わらず。首位広島からは、ちょっと ゲーム差が広がって4になりました。貯金が1つ減って5ということです。今日のピッチャーは、タイガースは西勇輝。試合前までは16試合の登板で5勝3敗。防御率 1.6。 この防御率素晴らしいね、 1.65。 そして対巨人戦は、2試合先発してて0勝0敗、勝ち負けつかず、でも防御率は 0.60、 だから1点取られないピッチャーなんですよね。で、今日もその下馬評通りのピッチングしたじゃないですかね。サトテルがこれエラーしたから1点入ったけど、エラーしてなかったら0点なわけやから、だから西勇輝は自責点0やからね、自分の責任での点はゼロやと。いうことやねんな。そして、読売ジャイアンツの先発は山崎伊織。試合前の段階では17試合先発登板して7勝4敗。防御率 1.98。2点は、切ってます。なかなかいいやね。対タイガース戦は3試合登板して1勝1敗。防御率は 1.42 だから、よそのチームでやるよりもタイガースとやった方が抑えてるよ、ということですね。でも防御率対決で行くと、西は 0.6 よ。巨人戦ね。なんで、山崎は 1.42 だから、防御率で言うと、西の方が上なはずや。ね。でも、今日の試合としては、まあどっこいどっこいやったよ。エラーが出た方が点入って、点取られたということですよね。それで、今日まあ、じゃあそれで敗因はって言うと、もう今もエラーとか言ってるんですけども、1回にサトテルがタイムリーエラーをしました。これで1点を献上した形になったので、この1点がずーっと最後まで追いつけずに、試合が終わってしまったという。こういうことですから、もうこのタイムリーエラーのこの1点ですよね。敗因といえばね。これはね、1回の裏、先頭打者の丸に打たれるんよ、センター前ヒット。先頭打者をランナーとして出したら点になりやすいって。もう、それこそ何百回か言うてるような感じなんですけど、で、出してしまったというのは、そもそもここは西勇輝あかんかったとこやと思うねんな。いきなり先頭に打たれたっていう。丸は打ちやんね。そうやけど、抑えなあかんかったね、先頭打者はね。ほんで、その次の2番の吉川が送りバントしたんや。セーフティー気味の送りバント、生意気にセーフティー気味にやるよねんな。で、まあ、バントは成功してワンアウト2塁になったわけや。で、今日3番に入れてる坂本よ。坂本はショートゴロで打ち取りました。で、2アウトランナー2塁。そして4番の岡本やと。で、岡本は低めのチェンジアップでサードゴロに打ち取ったんやけども、それが三塁線やったんや。厳しいとこやったんやけど、逆シングルで佐藤はうまく取ったんや。取ったんはうまかったんやけども、投げたらあかんかったんやな。いつもやな。いつものことなんやけど。投げるの下手やな。バウンドしてもで、大山取れへんとこへ投げてしまうんだよな。まあ、あれも補給優先で大山ももう一塁ベースからどんだけ離れてもええからバーッと取りって止めてほしかったんやけど止められへんだんやろな。まあそんなんでボールが大山後ろに反らしてコロコロ点々と転がってる間に二塁ランナーは三塁回ってホームインと。この一点ですよ。
丸がホームインしたと。これだけなんですけどね。これ、普通にアウトにしてたら、タイミングアウトやから。投げたとこが悪かっただけで。だから、ここは0点になったら、この試合はひょっとしたら延長やったかもわからないという試合で、勝ったか負けたかはわからないって。ね。こういうゲームだったと思います。まあ、それが、まあ、敗因の一番大きかったところです。そして、まあ、今言ったように、先頭打者を出したから、そもそもこういうことになったんやでっていうことも言えると思うんですよね。ここアウトに取ってれば、そうはいかへんから、塁にランナー出せへんかったらよかったんや。ね、ランナーおるから、エラーしたら点が入んねや。でも、悪いのは里出るやけどな。里出るこないだからな、それやるから、ちょっとトラウマになっとるんや。イップスやな。トラウマやな。もう、投げるのはちょっと、あれやねんな。投げにくいねんな、一塁にな。どうしようかって思うねんな、一瞬。そうかと言って他に守備ないしも、ないもんな。練習するしかしゃあないねん。数をこなすしかしょうがないねん。もうゴロを取って一塁に投げるっていう練習よ、何回も。そうやしかしょうがないんやんか。これは、こればかりは誰もどうもできへんからな。で、思い切って投げて全然違うとこ行くんやったら、それこそワンバンで掘ったらええねんけども、今日もワンバンで掘ったんやけども、大山というところ、的があったら、その的にワンバンで当てるぐらいの感じで投げなあかんねんけど、的から外れたとこにはもうワンバン投げても取られへんからな。それがあかんねんや。なんとかならんもんかな、これ。まあでもそうするしかしょうがないやな。練習するしかしょうがないよ。数こなすしか。口で言うたところでそんなもん何もなれへんもんな。体で覚えるっていうことなんですよ。うん。はい。では続いて、敗因の二つ目です。今日はこの二つです。敗因はね。タイガースのヒットは3本、ジャイアンツのヒットは4本と。まあ、頻打の試合、あるいは、投手戦の試合とも言えるけど、どっちも打ててないね。ヒットが3本や4本やから。なかなか点なれへんわ、3本や4本。まとまって1つのイニングに3本、4本やったら1点2点取れるよ。ところがそれが、回がばらけていったらさ、点なれへんね、なかなかな。だからどちらも点が取れなかったということなんですけども、まあ、タイガースの方が1本も少ないし、で、集中打もなかった。ということが、まあ、敗因の2つ目ね。で、まあ、ちなみに、タイガースは、5回に1安打、6回に1安打、ね。こういう感じでね。で、8回に1安打と。ね。複数安打がないね。それと、8回の攻撃についてはちょっと言っておきたいんですけども、8回は、梅野に代打を送るんよね。そういうシーンが今日は見れたな、というところで。8回の表をちょっと紹介しておきますと、8回の表は、タイガースの攻撃ね。これは、7番の木浪からやと。で、ピッチャーは高梨っていう左のピッチャーがもうその、前の7回の終わりから投げてんねんな。前側のとこから。だから左ピッチャーやからいうことで、左対左の木浪は、木浪では左ピッチャー打てへんなというところで、岡田監督は代打渡辺亮を起用しました。そうしたら、その渡辺亮という、交代を聞いて、安倍監督は、ほんなら、高梨やめて、船場様っていう右ピッチャーに変えたい。右対右や。やっぱり左の方が、渡辺亮は打率ええね。左ピッチャーの方が。ちょっとやられたなっていう感はあんねんけど、まあ、しゃあないわな、これは。ほんならまた代打の代打って送ることはできんねんで。でも、ピッチャーは絶対投げなあかんね。投げずに交代できへんからな。でバッターは打たずに交代できんねん。でも、出しませんでした。まあ、あんまりおれへんしな、打てる人間が。で、渡辺亮が、結局は、三振やねん。ほら、木浪そのままの方が良かったんちゃうのと思うわけやな。それもな、この時ね、まっすぐが1球だけで、全部で4球やねんけど、まっすぐ1球やねんな。あとの3球って全部スライダーやねん。ストライクは全部スライダーやねん。まっすぐはボールやねん。ほんで、ワンボールツーストライクと追い込まれた4球目に、スライダー来て三振すんねんけども、一つ前の球も同じスライダー三振やねん。空振りやねん。
あれが外角低めやね。二つ外角低めのスライダー来てんねん。二球同じ球が連続で。普通当てるやろ、二球来たら。普通やったら二球目でヒット普通じゃないけども、打つケースもまあまああるわけや。だから同じ球投げんなって言うねんけど、同じ球投げてもうてもうてへんねんな。空振りすんねん。二回とも空振りすんねん。まっすぐと違うから。速球破壊王子やけど、まあ、変化球には弱いね。速球問題かな。速球、かといって速球、150キロ超える速球やったら空振りしたりするからな。まあ、あかんなというとこないけど、まあ、ちょっと、それはさておいて。まあ、ということで、渡辺は三振に終わったと。まあ、情けないなと思ったな、これで。で次は、バッター、梅野や。まあ、右ピッチャー相手。梅野や。梅野に代打、糸原。おう、やったなと。右ピッチャーやし、左の糸原やん。でも最近糸原調子悪いね。大体代打で起用されてても大体アウトなってんねん。で、やっぱりここもね、ショートゴロでアウトなったんや。そんなに難しい球やなかったんやけどな、アウトなってな。ほんで、ツーアウトやんか。で、ツーアウトで次は西勇輝が打席やと。西勇輝に代わって、代打、島田海里。ここ3人連続代打やで、小田監督。この島田海里が、宇宙間に二塁打打ったんや。なんとか塁に出したかったんやね。これまた甘いた真ん中のストレートが来たからやな。逃さず打ったよ。甘かった。でもこれで二塁打打ったから、2アウト二塁で、そして1番に帰って近本やと。で、近本が出てきた時に、このピッチャーは、近本左やから言うて、左ピッチャーのバルドナードを出してきたわけや。でもさすがにここで近本に右バッターは変えられへん。ここで原口は行かれへんよ。どう考えても。やっぱり近本がに打たすよ。で、左対左で近本は結局ボールのチェンジアップを最後振らされて空振り三振。っていうことやねんな。でも、近本の代打はちょっとよう送らんよ。どの監督でもよう送らんと思うわ。だからまあ、ここはもう巨人の投手が上回ったと。いうことやな。一応やることはやってあかんかったと。近本と中野が調子悪いからな。そうやね。調子悪いね。しゃあない。今日は近本がね、まあ今の2点でもって今日は負けたと。ちなみに今日の選手、まあ3本しかヒット打ってないから打ってる人少ないんやけども、ちなみに近本は4打数ノーヒットで、2三振ですよ。ね。この間から近本悪いやんか。今日も悪かった。近本が出てたらまた点が他の回でも入った可能性もあんねん。で、しかもこのチャンスでも打てへんやんか。だから今日良くなかった選手の一人は近本やな。あと佐藤とな。で、ちなみに、あと、ちょっと目立って悪かったところで言うと、そうやな。今日は大山も良くなかったかな。3打数ノーヒットで1三振。出塁も何もなし。ね。普通に打ってるんやけど、全部アウトになってんねんな。見逃し三振、サードゴロ、ショートフライ。で、佐藤も良くなかったよ。もう全然やったわ。エラーしたからな、ちょっとは挽回するぐらいの打撃見してくれるかな思うだけど、全然やった。佐藤も3打数ノーヒットに2三振。フォアボール一つは選んだけどね。でも全然打てる気せえへんな、見てて。ちょっとへこんでんねんわ。うん。へこんでんねんから、それを馬力に、打撃で打ち返せって言いたいよな。んで、森下は3打数ノーヒット。ね、みんなノーヒットや。大山も。この3、4、5とノーヒットよ。んで、森下はノーヒット。でもね、森下はフォアボール一つあったのと、ショートへのね、ライナーがええ当たりやった。ショートがエビ沿いして、ジャンプして取ったやつね。あれ抜けてるホームだもんな。あれはヒット1本損したね。そう思います。今日は前川右京も2打数のノーヒット、2打数で、まあ、打席があんまり回ってけへんだから2打数やねんな。で、あとフォアボール一つ選んでるからな。いうところやったな。全然打者でええことなかったよな。ええな思ったのは島田海里の二塁打だけや。あれだけやっぱええな思ったの。ヒット打って。あとは大したことない。まあ中野も1本打ったんやけどね。レフト前に。だけど中野は打撃の打席での内容悪いよ。ボール振るし。で、ストライクは見送るし、で、空振りするし、内容が悪いから、ええと思えへん。まあ、そんなんやな。
そんなんで全然ええとこなしですよ。京田劇人は。ピッチャーは、西勇輝が7回投げて、8回は、キリシキで、まあ2人とも良かった。キリシキも良かった。キリシキの今日なんか使えてなかったけども、まあしゃあないわな。1点差やったらまた勝てる可能性あるし、これは岡田監督の1点ぐらいやったらお前ら追いついてひっくり返せよっていうメッセージやと思うね。キリシキを出したっていうのは。ね。まあ、選手は諦めてるかもわからへんけど、俺は諦めてないぞっていうのを示したんやと思うわ。キリシキ出すっていうことは諦めてないんやって思うわけよ、選手たちは。だけど追いつけなかった。最後9回のカイル・ケラーが良かったのね。158キロぐらい スピード出てて。全然用出へんねん、阪神のバッター。あのスピードに押されて。これはもう、大勢とケラーで二人に抑えられたらあかんわ。帰ったらええねん、また。なあ。阪神に出るとき帰ったくせして。なあ。あいつ裏切るもんやな。ほんまに。悪いやっちゃ、あいつ。まあでも、あれや、阪神との契約が解除されたから、ほんなら契約しますわ、いうことやんか。だからしゃあないね。阪神が解除したからあかんねん。残しときゃよかったね。ほんでも残しといてもあいつまだ来るか経験が分かれへんやんな。そうやな。なあ。おるんや、ああいう、働いてる人でもおんねん、ああいうの。なあ。来えへん人がおんねんや、時々。もう、難儀すんねん、そんなおったらな。まあそんなんで、今日は残念ながら負けてしまいました。ね、明日はね、佐伯や、タイガースは。で、グリフィン。左のグリフィンやから。まあ、今までは勝ってるけども、ちょっと最近のタイガースは、あんまり強くないからな。で、オールスター系はしばらく強かった。8連勝したんやね。あの時強かったんや。けどまだ、前半の時の悪い感じの試合の流れになってねな、今。だから、もうそれも、昨日の高橋春人がな、良かったから、その、悪い雰囲気も飛ばしてくれるかな思ったんやけど、あかんかったな。今日負けてしもたもん。まあ、そんなんで残り2つをぜひ買ってほしいなと思ってます。今日は以上です。